こんにちは、青森のあのです。先日青森県の五戸町にあるキャンプ用品ブランドフェニックスライズの工場の敷地内で、新年一発目の雪中キャンプをやってきました。僕はね、いつも大体一人で行ってるんですけども、今回は青森県内で YouTube 動画配信してる方とご一緒させてもらって、自作の軽トラックキャンピングカーなんか見せてもらったり、それからまたフェニックスライズの焚き火台のね、新しいオプションパーツの試作品、これもね YouTuber の方のアイデアを形にしたものらしいんですが、そういうの見せてもらったり、あとねサウナテント入って思いっきり雪の中にダイブしたりと、いろいろ楽しんでいきました。まあ、いつもとはね雰囲気が違いますが、マイナス6度まで下がった雪中キャンプの雰囲気を最後まで見ていただければなと思います。よいしょ。はい、僕の設営はこんな感じですね。まあいつも通り今日はレインボーストーブ持ってきました。すごい、これ手作りですって。わ、すごいな。何かやるようなこと。あ、後で見させてもらいたいんですけど、はいはい、いいですか。ぜひぜひ。すごい。外はマイナス3度、中がね9度ですね。ああ、いいっすね。これはな、どういうやつですか？私のお友達の佐々木さんって人がいてます。牛肉？ブランド牛、この辺のブランド。あ、この辺のブランド牛。へえ、あ、本当だ、この辺町って書いてる。これは、うまいぞねー。めっちゃうまい、マジで。生で初めて。で、釣りの岡さんのほうで作ったイチゴですか？いどこっす。何作ってるんですか、釣りの岡さん。俺んちは長芋と人参とごぼうがメインですね。大体青森県の生産する人参、長芋、ごぼうは9割9分俺んちなんですけど。いや、そうですよ。いや、確かに腹立つわ、今のこの反応。腹ね、これやっちゃいましたね。そんなわけねえじゃんって冷静に。これ前見せてもらった大きい薪を置ける用の、こう簡単に見せた時より5センチ大きくなりました、最終的に。いや、これはね前見せてもらったんですけど、これなんかまたこれはこれなんかこれくっついてるじゃないですか。これあの、まあ釣り農家さんの発案でピザな、ピザ台っていうかピザ窯っていうか、なんですかね、釣り農家さんが。僕動画で見ましたよ、あれ。ちょっと出しゃばっちゃってね。ここにね、オーブンみたいに使えるやつ。そうっす。いや、あれ私も見て聞いてなと思って。こんなんじゃなかったっすよね。折りたたみやっぱりしたいなっていうことで、これ開けるときは。おー
なるほどなるほど。え、すげえ。はいはいはい。閉めちゃうと結構。うわ、めっちゃ強い。ある程度の重量はカバーできてるかな。うーん。こう壁つけたことで、はい、まあ、蓄熱性が増して、まあ、オーブン的なことも。ああ、はい、なるほど。この中にガッツリ熱が溜まってくれるんだ。そうですね。これはいいっすね。これ誰考えてたっしけ。多分釣り動画さんに。これは？リフレクター。これは最近作ったやつで、まだちょっと商品化はちょっと悩んでるところなんですけども。なんか、実際、うん、キャンプで使ってみたんですけども、はい、もう照り返しの熱が結構来てくれて暖かいですね。やっぱりないと全然寒いですね。あ、あれない自信があります。全然違うね。いや、これがですね、はい、焚き火台になるということ。え？焚き火台？え？これ？リフレクターをこう畳んで五角形に。めっちゃすごい。焚き火台としても使えるし、これ リフレクターとしても使えるっていう。ちょっとまだ商品化は悩んでるところなんですけども、やっぱり高温になると若干こう歪んでくるんで。あ、これまだじゃあ一応、まあこれプロトタイプって感じですね。また今、まあ、いつもプロトタイプのばっかり俺見せてもらったんですけど楽しいな。だからどう売り物になるかの、まあ、成長具合に面白いと思います。ちょっと待ってくださいよ。何ですかこれ。こんなのなかったですよね。 TB、焼き網。これ買いましたよこの間。ありがとうございます。ちょっとありがとう。ちょっと何ですかこれ。これいいじゃないですかこれ。これめっちゃやりやすいですよこれちょっとこれ買ったんですよ僕こっち。すいません。あ、これも何、新しいやつ。そうです、新しいやつです。え、めっちゃいいじゃないですかこれ。ポッてこう釣り上げてるんですよね。釣れないように。でそれがこの柱にこうはまるようにして。ちょっとやってみますね。はい、これこう乗ってるとあっちまでですね。あれ今なんか今釣れました。完全に釣れましたね今。間違えました。そうです、もう動いても釣れない。こういうスポットはまって、でどっちでも使えるようにわざとどっちにも刻印入れてるんですよ今回。ああ、裏表ね。どっちにも刻印入れてるんですよ。へえ。焼き網で刻印やるのって見たことないんですよね。うちだけだと思うけどね。そこはもうこだわりましたね。作っちゃいました。でこの上に鉄板乗っけても全然もう。あ、そっか。そっか。この上に鉄板乗っけてもいいのか。はいはい。これから販売します。これも販売します。これは？もうちょっと手を加えて若干使い勝手と、あとデザイン性上げて。じゃあ行きましょう。行きましょう行きましょう。失礼します。おいっぱ。あ、もう水風呂いらないぐらい。あ、ちょっとせっかくだから。雪にちょっといいっすか。せっかくだから。さあ。いくよ。あ、傘。
あれそっち。うう、来てる来てる。最高、来てる。うわ、いいっすね。え、ちょっと待って、この体勢でさ、これ見るのがいいじゃん。最高。ただスースあ、確かに全然寒くないですね。あ、布団上に敷いて収納して、寝るときはマットレスを引き出して布団を出してきて、これ違いますよね、やっぱあるとないじゃん。ね、これ自分で作ったんですか。そうっす、すげえな。コメリで大体揃えて制作。全部でおいくらぐらいですか。10万から20万ぐらいかな。あ、そうですか。ちゃんと出してないですけど。へえ。そんなもんでできますよ。なんかもともとそういう会社勤めてたとか。いや全然、これを作るにあたってはもう丸ノコ買うとこから始めたぐらいなんで。へえ。切り方もよくわかんないみたいな。こから始めて。それで10万でいけます。いけます、いけます。断熱入ってるんですかこれ。断熱入ってますね。スタイルフォームが 3cm です。これただのベニヤのサンドイッチみたいな感じですね。そのスタイル。これサウナにできますね。そうですね、極端な話。めちゃめちゃになりますけど、木製なんで。